チリホイ北東の海岸に迫る火山活動。厚い岩が絶えず海に崩れ落ちている。チリホモシ島はチシマ列島の中部に位置する島。実際には隣接した二つの島だが、通常は両者を総称してチリホモシ島と呼ばれる。島名はアイヌ語のチリオイに由来し、エトピリカなどの海鳥が多く飛来することから名付けられたと思われる。 英語表記はチャーポイであり、黒い火山岩からなる二つの島から、ブラックブラザーズとも、ロシア名は後日、ウルップ島とシムシル島の間にある、ウルップ水道の中ほどに位置し、北側の北ウルップ水道は、水深に200メートルと、千島列島の海峡中で最も深い。そのため、オホーツク海から太平洋へ出入りする海流が激しい潮流となる、海の難所でもある。一方、 南側は水深200メートル程度で浅いため、ウルップ島との往来は比較的多い、幅約2.2キロメートルのラッコ水道を挟んで、北東側がチリホモ島、南西側がチリホイ南島となる。南東を特別する時は北島、千島アイヌにはレプンモシリと呼ばれていた。アイヌ語ではレプンモシリを意味する。ロシア名はチルポイ島、周囲。 約2 2トル、面積約21平方キロメートル、西側は大きく崩れている。三つの円水砲を持つ火山島であり、北から順に次の火山が並ぶ。島の北部に位置する、チリホモ島の最高峰、島の中央部に位置し、噴火口からは白色の噴煙を絶えず吐き、斜面の亀裂からは、硫黄分を含む火山性ガスを噴出させている。また、 かつて河口だった場所には、カムイワッカ湖が、窪地に水をたたえている。明治29年には、硫黄の採掘を試すものが現れ、後に採掘された。18世紀から19世紀にかけて2度の噴火記録がある。島の南部に位置し、常時活動をしていて、時折噴火を見せる、活火山である。1770年から1810年の間に、火山活動が始まった。 島の南東側は溶岩流で覆われており、植生が見られるのは北東側の一部のみで多量の岩が露出している。また、島内に顕著な河川は見られず、引用に適した水を得ることは困難である。島の周囲は概ね県外だが、北東端から東に半島上の砂地が伸びて砂湾と呼ばれる湾をなしている。水深は約18メートルで船舶の停泊ができる。 北東端部では俗城門時代の大規模集落と土器片、石器類が発見されている。千島アイヌにはヤンケモシリと呼ばれていた。アイヌ語ではヤウンケモシリを意味する。ロシア名はブラトチルポエフ島。また北東側の沖、約200メートルにはラッコ島と名付けられた直径約500メートル、最高点153メートルで、ほぼ円形をした小島がある。 周囲は絶壁が多く、一部は茶色の岩を剥き出しにしている。俗城門時代とオホーツク文化期にウルップ島で集落が発達した時期があり、チリホモシ島でも北東端部の集落跡に定住、または反定住していた痕跡が残されている。近代でもシマアイヌが交易用に取り合う網を求めて訪れていたと見られる。現在はロシア連邦が実効支配しているものの、 日本政府は国際法上、貴族未定地であるとしている。詳細は千島列島領土問題を参照。ありがとうございます。